はい、こんにちは。今日は遠藤周作さんの小説「沈黙」こちらを、徹底解説っていうか、ね、紹介しようと思います。で、まあ、めちゃめちゃ有名な小説なんで、まあ、一度はねタイトルとか名前聞いたことあるよって人がいると思うし、あとは2016年に沈黙サイレンスっていう形で映画化されているので、その映画見たよって人もいると思うんですけど、この沈黙っていう小説ね、めちゃめちゃ面白くて、まあ、簡単にどういう話かっていうと、まあ、キリシタンの弾圧ね、隠れキリシタンとか弾圧されてる、そのキリシタン弾圧がめちゃめちゃ厳しかった江戸時代の日本にこうね来て潜伏してきた、そのねポルトガル人司祭の目を通じて見た、そのね信仰とは何かとか、キリスト教は何なんだみたいなものを描いた作品で、まあ、一言で言うと、まあ、キリスト教の本質みたいなものを描いた小説です。で、これね初め読んだ時にぶっちゃけあんまピンとこなくて、わかんないとこ多いなって思ったんですよね。で、僕も日本人だしキリスト教のことはもうわかんないんで、沈黙っていうタイトルから見て、まあその隠れキリシタンが弾圧されて、まあ、苦しい思いしたり、主人公が苦しんでるのに神様全然助けてくんない、うんともすんとも言わないっていうか、沈黙してる、神の沈黙っていうより沈黙っていうか、実は神様いないんじゃないの、神の不在みたいなものをこう描いた作品なのかなと思ったんですけど、なんかでもただ読み進めてみると、その主人公のロドリゴっていう人がどんどんね最初の方ではなんか逆にキリスト教へのこう信仰を深めていくみたいな描写があったりして、なかなか難しいな、わかんないなっていうふうに最初読んだ時は思ったんですけど、やっぱこの小説ってそのキリスト教のね本質に触れる作品なので、その前提知識としてまあキリスト教の知識とか、あとはこの筆者の遠藤周作さんっていう人自体のことをちょっとねわからないと理解できない点も多くて、逆にその前提知識さえ、理解して読むとめちゃめちゃ面白い小説です。で、多分本当にね、面白くて、僕が読んだ小説の中でもトップ10に入るぐらいの面白い小説でした。なので、今日は、この沈黙を、楽しむための、前提知識をご紹介する前半パートと、それを踏まえた上で、そのね、沈黙のストーリーを追って解説していく後半パート、2つに分けて、ご紹介しようと思います。で、早速前半の、前提知識のパートで遠藤周作沈黙基礎知識ってことで、まあ、こんな感じでね、前提知識ご紹介していこうと思うんですけど、最初にユダヤ教とキリスト教ってことで話をしていこうと思うんですが、最初にその言っておきたいのが、やっぱねキリスト教とかねユダヤ教とかね勉強するのすごい大変で、もう旧約聖書こんだけあって新約聖書はこんだけあって全部読めるかって言うと、僕も全部読めてるわけじゃないので、今回これを勉強するにあたっては岩波ジュニア文庫っていうののキリスト教入門と、あとは、ね、遠藤周作さん自身が書いたキリスト教の、ね、解説書とか他の小説とか読んだ上でそれをまとめて今回、ご紹介してます。だからね、いやその解釈が違うとか、いやいやこういう話もあるよとかね、たくさんあると思うんですけど、その点だけご了承くださいってことでね、このパート行こうと思うんですけど、ユダヤ教とキリスト教で、その、ね、キリスト教っていうのはユダヤ教っていうのをこう土台にして作られた宗教で、ユダヤとキリスト教と、あとイスラム教っていうのは同じ神様ね、同じ神様を、信仰してるのよ。なので、姉妹宗教とか、兄弟宗教とか言われるんですけど、このあたりのね、一神教とかね、そのイスラム、ユダヤ、キリストの話は、オリエンタルラジオの中田敦彦さんがやってる、その YouTube 大学っていうチャンネルで、めちゃめちゃね、詳しく、紹介されてるんで、そっち見た上で、それ踏まえてここに戻ってきてくれるとありがたいんですけど、で、そのユダヤ教とユダヤ教を土台にしてできたキリスト教って何かっていうのをこう分かりやすく対比して書いてみると、ユダヤ教っていうのは父なる宗教だと、こう罰するみたいな。イメージとしては、出来の悪い息子とかね、まあ、出来の悪い人類ね、人間ね、とか、まあ、不良非行少年とかを悪いことしたら、お前ら何やっとんじゃないってこう叱るみたいな。逆にいい子にしたら、まあまあよしよしみたいな、そんななんかちょっとイカれる親父みたいなイメージがユダヤ教の中にあります。あくまでイメージです。あとね、現代的な文脈でね、お父さんはかくあるべし、お母さんはかくあるべしっていうのをね、決めつけるのはどうなんだっていう現代的な文脈もあるんですけど、まあそれはね、横に置いといて、まあそんなちょっとね、神はそう恐れ多いみたいなイメージがあるのが、ユダヤ教です。で、ユダヤ教の特徴ってたくさんあるんですけど、まあいくつか抜き出して見てみると、まあさっきも言ったように一神教ですよね。で、選民思想っていうのがあって、ユダヤの民、ユダヤ民族っていうのは神に選ばれた民族であって、神と契約関係にあると。で、最終的にユダヤ民族が救われるっていうような思想を持っていて、神との契約って何かっていうと、こう立法ってあるんですけど、皆さんあれ知ってます？モーセの10回みたいな、なんか山から下ってきたモーセがなんか石板になんかいろいろ書いてるの持ってんぞみたいな、偶像崇拝禁止やみたいな、その立法みたいなものが、まあ、モーセの10回以外にもいろいろあると思うんですけど、その
神と結んだ、まあ、お約束ごと、ルールをちゃんと守ろうねっていうのが、まあ、ユダヤ教の特徴としてあります。罰する厳しい神なんですけど、ちょっと余談で、あのね、旧約聖書読んでるときに、なんかすごい、神無慈悲だな、みたいな、神怖みたいな描写がたくさんあって、例えば、有名な話でアダムとイブの話あるじゃないですか。アダム作りました、ボンつってイブ作りました、よしよしよし、いい子だ、いい子だってやってたのに、なんかわざわざトラップみたいな感じで、あの知恵の実ね、食べちゃいけないよって言われた知恵の実仕掛けて、イブ食べて、アダム食べたら、なんかお前ら何しとんじゃないってバシって追放だとか言っちゃうしね、なんか怖いですよね。あとその、ノアの箱舟とかね、なんか人間作ったけど言うこと聞かないし、なんか調子こいってからもう洪水で一掃しちゃおうかなみたいな感じで、ノアの箱舟もね、あの人間流しちゃうみたいな、自分で作ったのに、なんか無慈悲だなみたいな、罰してるなみたいな、怖えなみたいな感じなイメージ持ちなんですけど、まあまあなんかね、そういう怖い感じな神っていうのから一点、キリスト教のイメージっていうと、まあ、ユダヤ教は母体にあるんで、まあ、父なる宗教的なものもあるんですけど、それプラス母なる宗教みたいな要素があって、その、まあ、下にも書いてあるんですけど、神への愛とかね、隣人、何時の隣人を愛せみたいな、愛とかね、こう、許しみたいな要素が強いんですけど、まあ、お母さんのイメージで言うと、まあ、どんなにね、出来の悪いね、息子でもやっぱ自分の子供だと可愛いんでね、よしよしみたいな。まあ、最後、許してあげたり、まあ、最後まで、ね、味方で言ってくれるとか、ね、同伴者みたいな、一緒にいてくれるみたいな、こう愛とか許しとかのイメージが、こう、キリスト教にはあると。なんでね、このユダヤ教っていうのを土台に、その母なる宗教、愛とかが乗ってきたのが、こう、キリスト教だと。で、このね、母なる宗教とかね、許しとか愛みたいなものが、ポイントになるので、それを踏まえた上で、こっちね、イエスとキリスト教っていうので、まあ、イエス・キリストがどういうこう、出来事を、経験して、どうキリスト教が発展したかっていうところを話していきたいんですけど、まずこのイエス・キリストっていうのは、これもちなみにその、遠藤周作さんの、イエス・キリスト理解を踏まえて、僕がこう、理解したものをご紹介するんですけど、イエス・キリストってどういう生涯を送ったかっていうと、なんかもともと大工さんだったらしいんですよね。ナザレっていう街で、大工さんをやってましたと。で、大工っていうよりなんか、ね、木工加工業者みたいな感じで、まあ、いろんな人のね、家を回ってこう、どうもイエスです、みたいな、なんか、お困りごとありませんかみたいな感じでやってたらしくて、でもね、当時のそのナザレとかそういう街はね、やっぱね、貧しい人とか、弱い人とか、そう、病を患ってる人とか、こうなんかね、すごい惨めな、苦しい生活をしてる人がたくさんこう、住んでて、それはね、イエスはもうまじまじと見てきた経験が、大工時代にあったんですよね。なので、この時の、そういうね、貧しい人を見た経験っていうのが、その後イエスのね、あの思想とか行動にも大きな影響を多分与えてると思うんですけど、まあ、そんな困難を経て、弟子入りってことで、あのユダヤ教の、あのね、指導者みたいな人、ヨハネって人に、あの、弟子入りします。で、このヨハネって人はどっちかっていうとね、主流派とはちょっと違う、その反主流派みたいなポジションのユダヤ教の人なんですけど、そこにイエス・キリスト、あの、イエスがね、弟子入りします。まあ、そんな困難あって、その場で独立してパンって自分で布教するっつって、まあ、布教し始めて最後は処刑されるっていう、こんなね、ざーっと流れがあるんですけど、ざっくりね、あるんですけど、このね、イエスのテーマっていうのがあって、イエスっていうのは、神の本質っていうのは愛だっていうふうに見せたんですね。それってなんかまあ、これまでのユダヤ教の考え方だと、そうじゃなくて、その、立法とかね、作った神殿とか大事にしましょうみたいな。厳格にルール守ろうっていうのだったんですけど、イエスはそうじゃなくて、いや、神の本質っていうのは愛なんだよっていうのを結構説いてたと。プラス、このね、神の愛っていうものをどのように証明するか、人々に伝えるか、分かってもらうかっていうのが、このね、イエスっていう人の大きな、ね、一大テーマとして、ずっとありましたと。こんなね、神の理解とテーマを抱えたイエスなんですけど、どういう活動をしてきたかっていうと、貧しい人とか弱い人とか、虐げられてる人に寄り添っていく、一緒にいる、こう、助けてあげるっていうような活動をしていきます。だからそのね、最初のね、大工の経験が多分、生きてるっていうかね、影響してるんですよね。ただ、これが、寄り添う、弱い人に、貧しい人に寄り添うってのは結構、ユダヤ教の主流派の人から見ると、結構問題で、なんでかっていうと、こういう貧しい人とかって、そのユダヤのね、厳格なルールを守れないんですよ。例えば、そのユダヤ教は、その安息日って言って、土曜日は絶対、お仕事しちゃいけませんよっていうルールがあるんですけど、もう貧しい人とかってそういうこと言ってらんないですよね。もう、貧しくて、ひもじくて、死にそうなんで、土曜日も働かなきゃみたいな感じなんで、土曜日とかも働いちゃうと。だからね、
こういうね、ユダヤの立法とかルールを厳格に守れるのってある程度教養があって、そしてある程度ね、こう裕福さがないとそういうルールは守れないと。で、こういう人たちってルール守ってないんで、ルール至上主義のユダヤの人から見たら、そういう奴らは罪人だと、もう罪人だと言われてるみたいな感じで、それ差別されてたし、こう下に見られてたらしいんですよね。でもイエスは、いやいや、そうじゃないと、そうじゃない、こういう弱い人、貧しい人にこうイエスは寄り添ってあげてたと。だからね、そのユダヤ教のこういうなんか絶対ルール守んなきゃみたいな、戒律ルール、立法至上主義みたいなものを、いやいや、それは違うんじゃないですかみたいな感じでイエスは活動してたし、弱い人とかもね、こう分け隔てなく接して寄り添ってたっていう。だからね、こういう活動がね、そのユダヤの主流派の人から見ると、なんかそれって良くないんじゃないみたいな、なんかダメなんじゃないみたいな感じで、こう目をつけられるきっかけにもなるんですよね。ただ、まあそういうね、弱い人とか貧しい人とかにこう寄り添ってたのもあって、プラス、ここでなんかその、イエスの活動とか生涯を理解するポイントにもう一個押さえたのが、救世主、メシア思想っていうのが、当時、その、ユダヤの人たちの中であって、もうユダヤの人ってずっとね、苦しい生涯というか、苦しい歴史を背負ってきたし、当時もそのイスラエルってローマの属州みたいな感じでローマに支配されてたんで、こうね、抑圧されたと。そう、抑圧されてる私たちをこう解放してくれる救世主、政治的なリーダーがいつか現れて、で、彼の導きによって、神様来てね、最後の審判が来るみたいな、そうね、メシア思想みたいな、助けてくれる救世主が来るみたいな、そういう思想、待望みたいなものが民衆の中にありましたと。んで、そういうなんか、民衆のね、気持ちもある中でイエス出てきたんで、なんかイエス救世主なんじゃない、イエス我々を導いてくれる人なんじゃないみたいな感じで、民衆からもね、期待がすごいかかってきて、イエスね、どんどん活動を広げるんですが、次、こっから大事なパートなんですけど、現実では無力なイエスっていうので、これね、遠藤が言ってる話なんですけど、イエスが行ったことって、もうこれの続きなんですけど、愛の実践なんですよ。もう、ただそばにいる。ただ苦しんでる人のそばにいて、苦しみを分かち合う、その人の心に寄り添ってあげるっていうのがイエスの活動だったんですよね。で、ただ一方でその人々とか民衆が求めることっていうのは現実的な効果なんですよ。だからなんか同情するより金をくれ的な、いや、イエスはね、一緒にいてくれてね、そばにいてくれてありがたいありがたいありがたいんだけど、病気治してほしいんだよねみたいな感じなんですよ。で、その聖書の記述の中ですごいね、イエスが病を治したとか、イエスがあれやってこれやってすごい奇跡を起こしたみたいな描写がたくさん出てくるんですけど、まあ多分それは後世そのね、弟子たちがこうイエスをこう神格化っていうかね、こう神話っぽくするために書き加えたものなんだろうと思うんですけど、多分ね、そういう奇跡を起こしてほしいみたいな奇跡の描写がたくさんあったっていうのは、当時の民衆がそれほど奇跡を待望してたことの裏返しだっていうふうに遠藤は言ってて、まあ確かにって思って、ただ現実ね、人間としてのイエスは確かにこうね、手とかさすってたら一部の人は具合良くなったりね、気分が良くなったりしたかもしれないけど、奇跡を起こせなかったんですよ、イエスは。なんで民衆から見ると、なんだ全然イエスってすごくないじゃん、奇跡を起こせないじゃんっていう風に見放されるし、プラス当時の人々を求めてたのって救世主なんですよ、救い主なんですよ、メシアが来るって思ってたんですけど、なんか無力なイエスを見て、なんかイエス救世主じゃないっぽいなっていうので、どんどん人々ね離れていっちゃうんですよ。そう、イエスから離れていくと。イエスはね、ただね、愛と愛の実践してるっていうんですけど、やっぱそれがなかなか民衆に伝わらなくて誤解されて、民衆もねこう離れていくと。で、離れていくのは民衆だけじゃなくて、弟子たちもどんどんね、そのイエスを見限ってイエスを裏切っていくんですよね。で、有名な裏切りはユダですね。ユダの裏切り、銀30枚でイエスを裏切って売り払っちゃったやつで、これ沈黙の中では吉次郎がロドリゴを銀300枚で売るっていうのがあるんで、そこのね、モチーフっていうかオマージュかでこう繋がってると。だから、ね、このユダの裏切りとか知ってると、沈黙より楽しめると。プラスペテロっていうその弟子だね、イエスの弟子の中で結構その長的なリーダー的なポジションだった人も、ユダが裏切ってイエスがね、こう連れてかれた後に、ペテロのところに、お前はペテロ、お前もイエスの仲間だろうとか、こう追い詰められた時に、いやいや、私、イエスなんて全然知りませんからっつって、ペテロもね、イエス裏切っちゃうんですよ。恩師、師匠を裏切るっていう。裏切る日に、イエスがペテロに、お前はね、鶏が3度鳴く前に私のこと知らないって言って裏切るだろうっていうのが、イエスがペテロに言われて、いや、ペテロそんなことないって言うんですけど、結局ペテロね、裏切っちゃう。で、裏切った後に鶏鳴くみたいな、そういうシーンがあって。でね、沈黙もね、めちゃめちゃ大事なシーンで、
で、後半から結構ニワトリの描写が増えて、最後ニワトリ泣くんですけど、それもね、ペテロの裏切りっていうのが下敷きになってるんですよね。だからね、こういうね、聖書のストーリー知ってると沈黙楽しめるんですけど、まあ、そういう裏切りがあったと。だからね、大事な師匠を裏切っちゃう。そんな弱い者たち、ユダ、ペテロ、弟子たちなんですけど、まあ、裏切られた、イエスはゴルゴダの丘っていうところで、十字架にね、処せられて、処刑されるんですけど、で、これは、遠藤の解釈なんですけど、イエスがね、本当にそう思ったかどうかは分かんないんですが、イエスのテーマは愛と神の愛をどのように証明、愛の証明なんで、本当に苦しんでる人とか、本当に辛い人の気持ちを理解して寄り添う、その彼らの心に寄り添うためには、もう自分が一番惨めで、一番苦しんで、死んでその気持ちを分からないといけないっていうのがあったらしくて、イエス最後ね、ほんと惨めな十字架の上での辛い死を遂げることになりますと。んで、最後の最後までイエスはね、その愛を説いてたんですけど、その裏切った弟子たちから自分のね、身が危険が及ぼされるのが怖くて、イエスを裏切った弟子たちからしたら、最後十字架の上でね、イエスがね、どんなね、恨み、つらみ、呪いの言葉を自分たちに投げかけてくるか、もう弟子ビビりまくってたわけですよ、もう負い目というかね、もうイエス裏切っちゃった、師匠裏切っちゃったみたいな感じで、もう怖い、どんな憎しみの言葉がね、ぶつけられるのかなって思ったんですけど、イエスはね、その十字架にかけられてもね、そういう憎しみの言葉とか一切言わずに、まあ、ただ愛を解いてたっていうのでね、そう、最後まで愛を解いてたし、弟子たちのことを恨むみたいなことも全然しなかった。むしろ許すっていうかね、こう、なんていうんですかね、それも踏まえて裏切りもこう、なんていうんですかね、飲み込むみたいな感じで、イエスは最後死んでたと。で、イエス最後死んじゃうんですけど、とはいえね、死んで十字架にかけられてやばいってなっても、その弟子たちとか民衆の一部はなんだかんだイエス救世主なんじゃないか、イエス今死にそうなんだけど、最後の最後で奇跡が起こってなんか起きんじゃねえか、最後ね、神のなんかが起きんじゃねえかって思ってたんですよ、一部の人は。でもイエスは最後惨めにね、何も起きずにパッとこう死んでしまう。こう、神の沈黙なんですよ。ここでもイエス死ぬ、救世主だからなんか起きるかって思ったけど、神はイエスに救いの手を差し伸べない、神の沈黙ってことで、イエスは死んでいきます。で、イエスが死んだ後、弟子たちね、もう師匠のこと裏切っちゃった、俺たち弱虫だ、弱いもんだ、師匠裏切っちゃった、もう師匠イエスね、どんな呪いの言葉とかね、苦しみをね、最後言ったんだろうと思ったんですけど、話聞いてみると、イエスは最後までそんなこと何も言わないで愛を解いて死んだっていう風に、それを弟子たちが聞いた時に、弟子たちはめちゃめちゃ衝撃を受けて、最後まで愛を解いて死んでったんだっていうのをパーって言った時に、これまでイエスが解いてきた教えとか愛の実践っていうのを初めてここで弟子たちがその意味を理解し始めるんですよね。あ、もう自分のね、実行すべてを犠牲にしてまで愛を解く、愛とは何だっていうのをこう弟子たちが理解し始める。プラス、こんな優しくて素晴らしいイエスが、何も最後起きずにね、惨めに死んで、イエスの死って何なんだ、あの死の意味は何なんだってことを弟子たちがめちゃめちゃ考え始めるんですよ。なんでキリスト教って、そのイエスが始めたその宗教ではなくて、イエスが死んだ後にその弟子たちがこう考え始めて広まって展開してったのがキリスト教なんですけど、イエスが死んだことによってその意味をめちゃめちゃ、あの意味は愛とはっていうのを考え始めてキリスト教っていうのが生まれていくわけなんです。なので、この流れを見てみると、キリスト教ってそもそも原点が弱い者、ユダとかね、ペテロとかね、あの弟子たちね、裏切った弱い者たちの裏切りと、で、死んだ神、何も起きなかった神の沈黙っていうのがキリスト教のまず原点にあるんですよね。で、この神の沈黙とか裏切りっていうのは、ね、その後のキリスト教の歴史でもね、繰り返された後に信仰心がどんどん強くなっていくっていうのがね、こう繰り返していくんですけど、まあ、原点としてこういうのがあると。これを踏まえると、あのね、沈黙もっと楽しめると思います。ちょっと長くなっちゃったんですけど、最後にね、遠藤周作のキリスト教会、遠藤周作がキリスト教というのはどういうふうに考えてたっていうのをお話ししようと思うんですけど、でね、遠藤ね、あのキリスト教徒なんですよ、カトリックで。お母さんに連れられて、ちっちゃい頃ね、教会って洗礼受けさせられてキリスト教徒になったんで、自分からこう自分の信仰心になったわけじゃないんですよね。なので、遠藤が言ってたので面白いのが、母から着せられたキリスト教という洋服をどのように仕立て直して自分に合う和服にするかっていうのが遠藤の人生のテーマなんですよね。で、中東で生まれて西洋で育ったキリスト教っていうのは、やっぱこう日本で生まれて日本のね、こう考え方とか、このなんていうんですかね、無意識にあるものがある我々にとって、そのまま着るとね、なんかね、合わない、噛み合わないんですよね。だからね、ちょっとね、アジャストしなきゃいけないんですよ。その
キリスト教みたいなもの、そのね、どうアジャストしていくか、どう自分に合うようにキリスト教をアジャストしていくかっていうのが、あのね、エンドのね、結構人生の中のテーマ、作品の中のテーマとしてあります。どうアジャストするか。で、プラスね、弱き者への共感っていうのがあるんですけど、弱き者出てきましたね。裏切った、弟子たちとか。で、そのね、あの、エンド自身も自分のことをね、弱虫とか、こう、表現していることがあって、で、まあ、多分いくつかエピソードあるんですけど、その中の一つ面白いのは、その戦争中ね、遠藤周作ってあの戦争を経験してるんですよ。で、戦時下って、キリスト教って敵国の宗教なんで、敵性宗教ってことで、まあ、弾圧されるっていうよりか、まあ、こうね、白い目で見られるみたいな。お前は本当に国民か、非国民じゃんみたいな感じで、あの、ね、白い目で見られるんですけど、白い目で見られた際に、なんか、いや、私はちゃんと岸田キリスト教徒ですからってこう、胸を張れなかったみたいな、負い目みたいなものが遠藤の中にもあるんですよ、負い目が。弱い者、その胸を張ってキリスト教でしたっていう風に言えなかった弱き者としての負い目がエンドの中にもあるんですよね。だから似たような経験してる、隠れキリシタンとか裏切った弟子たちとかね、そういうものへの結構、ね、シンパシーがエンドの中にも実はあったみたいな感じなんです。で、最後にね、母なる宗教っていうところで、まあ、母なる来ましたね、許すとか愛とか。で、エンドが結構説いてるのは、時代とか場所によってキリスト教のその父なる宗教、母なる宗教みたいな性格はこう変わっていいんじゃないの、濃淡が出てもいいんじゃないのっていうのを遠藤は結構伝えていて、特に日本人においてはそのね、罰する怒れる父としてのお父さんとしての宗教っていうよりも、こう許してくれる、こう積み込んでくれる同伴者として一緒にいてくれる優しいなんかお母さんみたいな宗教の方が向いてるんじゃないかっていうのを遠藤はすごい主張してるんですよね。なんでこの結構ね、その江戸時代のキリスト教とか、そこから続く、最近まで続くキリスト教、カトリックって結構ね、こう、なんて言うんだろう、柔軟性がないというか、こう、なんて言うんですかね、結構、父なる要素みたいなものがあって、核あるべしみたいなのが あったのかな、ある感じなんですけど、そうじゃなくて、結構ね、柔軟に、その土地土地によって、アジャストしてもいいんじゃないみたいな。で、特に日本は母なる宗教っぽい、キリスト教のがあるんじゃないかっていうのは、結構ね、遠藤が主張してるところです。でね、このね、遠藤のキリスト教が見てきたんですよ。これら全部を理解した上で、沈黙読むと、おお、なるほど、みたいなポイントが出てくるんで、めちゃめちゃ楽しめます。ってことでね、前半パートは、基礎知識編でお話ししたんですけど、これから、沈黙ね、本編のストーリーの紹介と、解説をしていきます。